はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は僕の動画では久々でございますね。大阪に来ております。なぜね、今回大阪に来たかと言いますと、こちら後ろに見えておりますホテルサンホワイトさんの中にあります東華園さんという、まあ、中華料理屋さんからぜひお店に来てくださいとご連絡をいただきまして、今回はね大阪に参りました。こういったホテルに入っているレストランとかって宿泊者以外の方って入れんのみたいな、そういった気持ちがあってなかなか入りにくいと思うんですけど、普段から結構ランチメニューも人気でかなりお客さんが来てるってことなんで、本日はこちら東華園さんのおすすめであります麻婆豆腐等のメニューをいただいていこうと思っております。でもうすでにですね、お店の方では料理の準備していただいておりますので、早速店内の方に入っておすすめの麻婆豆腐食べていきたいと思います。ということで、ただいまですね東華園さんの中に入ってまいりました。本日はランチメニューを中心にいただいていこうと思います。これ表紙に載ってるのが先ほどお話しした四川の麻婆豆腐のランチなんだけど、これが一番推しってことなんで、まあもちろんこれは食べつつ、ここら辺にもねちょっと見たことないメニューがありまして、この麻婆ラーズ麺でスパイスカレーと、まあ麻婆カレーか、こういった推しのメニュー数品をねいただいていこうと思います。なんかねちょっとお店の人に話を聞いたら結構辛いらしいね。いわゆるそのなんとかじゃんっていう、まあ中国のねあの調味料なんだけど、かなりねあの多い数の調味料を使ってるみたいで、味も複雑なんだけどものすごい美味しいってことなんで、しかも今日はねこの上のホテルに泊まる予定なので、もうね車をパーキング止めてあるんですよ。なんで僕の動画では久々かな、ビール飲みながらちょっとね辛いもんいただいていこうと思います。ということで、ただいまですね1品目到着いたしました。まずはじめにいただきますのが東華園流四川麻婆豆腐ランチ。このメニューはねレギュラーとラージサイズが選べるんですけども、今回ねもちろんラージサイズ選ばせていただきました。グツグツとした見た目、お腹空いてますんで早速ねこちらいただきます。ちょっとまあ何もお仕事しておりませんが乾杯だけさせてください。まずはじめに乾杯と。よし、食べていこうか。ちょっと熱々そうなんだけど、この麻婆からやっぱ行きたいよね。あれどうですか皆さん、この感じ。うわやばいね、豆腐プルプルよ。ちょっと熱いだろうなこれ。あこれあのね、この湯気とともにこのラー油とか辛い成分が一気に上がってきてね、今ちょっと蒸しちゃったんだけど、あ、おいしい。さっき説明したジャンの旨味はもちろんだけど、お肉の旨味、豆腐の旨味ってこの具材の味がしっかり残ってて、これ癖になるかも。うん、これですね。豆腐も絶妙だね。なんかね、本当に木綿と絹豆腐のちょうど間みたいな、豆腐のしっかりとした食感残ってるんだけど、絹のようにほろっと溶けるというか、風味の強いこの麻婆豆腐にしっかり残ってるというか、全然存在感があるのよね。うん、あ、いいねこれ。山椒、ホワジャオ、しびれたまんないねこれ。今日の撮影でこれ何杯飲むんだろう。うん、一応ね今この撮影7月現在でいうとレギュラーサイズだと1000円、ラージサイズだと1320円なんで、こんだけね本格的な麻婆豆腐がこのサイズで1320円だったら結構安いと思う。うん、うん、あーうまい。ご飯にかけちゃいますか。うまいねこれ、もう絵からうまいよ。やっぱ肉のうまみが強いから米にはぴったりだね。なんかねこのラー油っぽさとかジャンっぽさっていうのももちろんあるんだよ、あるんだけど、ほのかにお醤油に近いような、まあ、もちろんねジャンもいっぱい入ってるんで味噌っぽい香りもあるし、でこのねしっかりとした辛みがあって、お肉の旨みがあって、豆腐の旨みがあって、麻婆豆腐好きの方はこれ間違いなく好きだね。
残りかけちゃいますか。この後もあるからおかわりしてないけど、正直このラージサイズご飯だけでいこうとしたらライス 3,4 杯食えるね。でこのメニューを頼むと、まあ、ザーサイとかもついてくるんで箸休めもあるしちょうどいいね。ということで、ただいまですね、一杯目にいただきました四川麻婆豆腐ランチ完食でございます。ごちそうさまでした。ちょっとね、今2巡目のメニューいただく間にビール頼んじゃいました。ちょっと我慢できなくてね。ということで、ただいまですね、2巡目のメニューが出揃いました。まずこちらのメニューが東海園流麻婆ラーズー麺と、でこちらが東海園流スパイス麻婆カリーと、今回はですね、麺物とご飯物のセットでいただきましたので、こちらもね、早速いただきます。やっぱちょっと麺からいきたいよね。うわ、大量のパクチーにこれあんがかかってて、まあ、もやしなんかも入っておりますね。真ん中からいっちゃいましょうよ。うわ、もう混ぜそばだね。あんがびっちりと絡んでて、これもうまそう。これ好き、めっちゃ好き。これさっきのね、麻婆同様に辛みももちろんしっかりあるし、ラー油の香りだったりとかジャンの香りで肉の旨味なんかもすごいんだけど、ここにね、もやしの食感とパクチーが加わることによって一気にね、エスニック感が増すんだよね。もちろん酒も合うわ。ちょっとこの辺りでこちらのカレーもいきますか。これカレーもね、こんな感じで揚げ野菜がたくさん乗って彩りも豊かなね、カレーになっております。頂点唐辛子は飾りってことなんで食べなくても大丈夫そうだそうです。さっきのこの麻婆豆腐よりもちょっとシャバシャバとした感じで、どっちかというとこのスープカレーみたいな感じですね。なるほどね、さっきの麻婆豆腐しっかり残ってる、良さはめちゃくちゃ残ってるんだけど、そこにこのカレーのスパイスが加わってうまい。食欲がすごい湧いてくる。あで3口目からしっかり辛っ、どんどん口の中に溜まってって辛さが来るね。でも辛さがある分、この揚げ野菜の甘み、それがより際立ってて、一緒に食べるとね、うまさが倍増するね。うわ、舞茸とかかぼちゃうめ。最初の麻婆豆腐からだいぶ様変わりしてるんだけど、どっちもね、麻婆豆腐の良さは残しつつ派生進化してる感じ。お店来た時何を食べるか迷いますね。選べるんだけど、エビマヨが乗ってるタイプと乗ってないタイプがあって、今回ね、エビマヨ乗ってるタイプを注文させていただきました。あ、おいしい。辛いのの間にこれ食うのうまいな。こんだけ麻婆を食べてると鼻の下までヒリヒリしてきた。蓄積してくるね、やっぱり辛みは。
あ、甘い、あります。ありがとうございます。すいません、3杯目のビールも到着してしまいました。うん、ということで、ただいまですね、2巡目のメニューを完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日最後の品が到着いたしました。3巡目にいただきますのが、チャーミートンのクロス豚ランチでございます。こちらのね、メニューの方にはデザートがつくみたいで、プレミアムな杏仁豆腐をいただきました。早速いただきますと、チャーミートン見たいんだけど、でか、そういう感じ、やばくない？豚がめちゃくちゃでかいんだけど。このね、噛んだ瞬間に溢れる肉汁と甘酢のその甘酸っぱい味わいがものすごく合います。うーん、おいしい。うーん、クローズ自体にコクがあるからさ、ソースの旨味で十分おかずになるんですよね。うん、これまたビール合うな。何度も言うようだけど、やっぱ中華ってうまいな。やっぱ本格的な中華は一品一品でコクもすごいし、まあ、もちろん味もね、濃いめではあるので、一品でも満足感が高いのよね。もうこれでラストか。あ、なんかのあっという間だな。ということでね、ただいまね、チャーミートンのクロス豚完食いたしましたんで、最後にね、この杏仁豆腐いただいていきましょう。これ、見えるかな？このプルプル感。美味しそうじゃない？そしたらこれかかってる。マンゴーソースかな？と一緒に。まあ、濃厚。あ、うまっ。僕が杏仁豆腐好きってのもあるんですけど、プレミアム杏仁豆腐300円なんですよ。もしこれ頼んでセットついてなければ、これ単品でね、注文してほしい。これ美味しい。辛いもん食べて、で最後しょっぱいもん食べて、これですよ、ゴールですね。完全にゴール。うまい。うん、はい、ということでごちそうさまでした。はい、本日は東海園さんでこの本格的なね、中華料理を合計ね、4品いただいてまいりましたが、どれも美味しかった。なかなかね、こういった宿泊施設に入ってる飲食店とか、東海園さんが出しているメニューも本格的なので敷居が高いのかなとか、なかなかね、入りにくいなって僕もそういう思うとこあるんですよ。ただ実際にね、こうやって一回行ってみると値段もリーズナブルだし、何よりもね、こう入りやすい。それがね、一つ分かるだけで、尻込みせずにね、この美味しい料理が安くいただけますので、あそこ入っていいのかなとか悩んでる方は、ぜひね、この東海園さんでこの美味しい本格的な中華料理をリーズナブルな値段で、ぜひ皆さんも食べてみてください。あと、ちなみにね、このホテルの2階にも宴会できるようなお部屋があるみたいで、パーティーなんかも受け付けてるみたいですので、気になる方はね、ぜひそちらの方もお店の方に問い合わせしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、また最近ではサブチャンネルなんかでも活動し始めておりますので、こちらの方も概要欄からぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。